皆さんこんにちは、ミスワザワです。アンセキロックです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はねちょっと変わったものを取り寄せたので、それを紹介したいなというふうに思うんですけども、これ知ってますか？ラスグッラ、ラスグラっていうやつなんですけども、それ世界一甘い食べ物らしいです。これはまあ世界一甘いで食べようかなと思うんですけども、これね面白いことにね、カロリーはそんなでもないです。 100g 277キロカロリーなんで、チョコとかに比べると全然あれなんですけど、これ見てもらったら分かるんですけど、この成分表ね、これねエネルギー277キロカロリーの下にカーボハイドレートねとシュガーって書いてあるんですよ。カーボハイドレートって何やって言うと炭水化物なんですよ。で、シュガーは砂糖ですよね。シュガーって何やって言うと、炭水化物、全部炭水化物。そうね。で、その炭水化物が何かの元気はなしだ。おい。おそらく砂糖を固めただけのという疑念があるんですが、これ 500g あるんですけど、ちょっと食べたいなと。怖えな。砂糖祭りです。これね、インドから来てくださってますから。はい。見た目的には餅よ。匂いは全然せえへんな。ちょっと出してみましょうか。みんな見たいやでしょうからね。出しますよ。思ったよりも汁がさ、多いね。はい、出してみた結果、こんなんなんですね。はい。何やろう、餅？見た目的には餅。正直日本人の感覚からすると美味しそうではある。うん。だからもっちもっちして美味しそうな感じがするんですが、一個食べる。食べてみる？怖いな。いや、これはもう一蓮托生さ。刺して、あ、硬っ。結構なんやろ。なんかもっちりじゃないな。サクサクしてるな。こんな濡れてんのに。なんかこうサクッと。なんやろ、ドーナツみたいな。まあ、ちょっと待って、さっき ここにちょっとあのラスグラの液こぼしたんやけど、ベッタベタするんだけど、ネチャネチャするで。怖いわ。じゃあ、せーので、一口じゃ無口に入れてしまう。あ、入れちゃおう。入れちゃおう。はい、はい、せーの。寒気した今。あ、何これ。あん、いやでもなんか匂いが若干ライチっぽいくないの中から何やろ、何やろ、もうこの世の妬みとか染みとかを全部凝縮したぐらいの甘さが。うわ、びっくりした。俺甘さでこんなリアクション取ると思えへんかった。あんま、うわ、あんまい。苦いとか辛いとかとはまた別の感覚よね、この。ということで、うわ怖い。これからが本番です。え、じゃんけんをしていって負けたら食べていきます。あれもおかしいやろ。あと6個あるんでこれ6個壊されたら俺泣くで。ただ一口で食わんでいいです。死んじゃう。こんなものを一口で食べたら頭痛い、頭痛い、頭痛い。ちょっと頭痛い。大丈夫かなこれ。血糖値がすごいよ。よし、じゃあですか。マジか。では、じゃんけんほい。うわ、よし、よし。6連勝したろ。わかるかなこれ。絞ったら出てくるよ。中からいくらでも出てくんのよこれ。何これ、めっちゃ染みてんの。ちょっとかじってみるわ。もうじゅわってなってるもん。なんかうわ、断面はでもね、もう本当にパン、あ、落ちた、やべ、アリパ落ちてくる。こういう風な感じなんですわ。それだけ。うん、俺めっちゃ甘党なんやけど、これきついぞ。あんま甘党でもねえし。自分には甘いのにな。自分にぐらいは甘くさせてくれよ。一番甘いやつやろ。
甘かったら赤ヘソの代名詞が自分やから。いやーやーべ、もう絶対負けたくない。あと一つ言うのは、うん、一口言った方がいい。あ、そう、負けたらもう我慢できんと思うよ。じゃんけんほい、あいこでしょ、あいこでしょ、よーし。あーマジかよ、絶対一口言った方がいいで、ね、うわちっちゃいのにやった、このデブ。このデブちっちゃいのにやった。どういうシステムだよな、甘さがそのなんていうか想像を超えてくるっていう、砂糖を食うより甘いんやで、これまず、まずこれは何、知らんよ、ラスグッラです。一応これ自体が、これは何なの。いやだって砂糖と炭水化物ってしか書いてないやん。何に染みてんのさこれ。炭水化物ですよ、このカーボハイドレートに染みてるんですよ。いや、これ本当にな、こぼしたくなんねんって、甘さで。もう歯がギュイってなる、もうギュイってやろ。わかる、これ、いや、ほんまにこれなんていうやろ、ポンチ食ってるみたいな。噛みたくないのよ。キュッ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 キュ言うやん、なんなんこの食感。うわー、お前えらいこと考えてくれたな。俺が考えたわけじゃないよ、ラスグラウンって言った人が考えたんだ。俺それを食べさせてるだけやから。押すの飲まんねえ、かわされるから。よし、じゃんけんいくよ。あと4つあるから、じゃんけんほい、よし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 、ああ死ぬ、もう気持ち悪い。頑張ってよ。気持ち悪いんだよ、もうガーセ君があと1回負けたら俺的にはあの満足やから。どんだけ負けても半々しか食べれない。いや、噛まん方がいいで、あの舌で潰し、舌で、あの歯の不快な食感があるから。飲んでる飲んでる、なんか飲んでる、この人中のなんか飲んでる。すごいなこれな、この匂いってあれなんかな、これ日本語のやつにローズウォーターって書いてあるんだけど、うん、そのローズウォーターの匂いなんかな、かな、このライチっぽい感じ。ちなみにその日本語で書いてある説明では、砂糖と乳脂肪とローズウォーターだけで作っているそうです。だからこれ多分なんかチーズみたいなやつなんかな、チーズの固めたやつ、超脂肪漬けみたいな、超脂肪じゃない、超砂糖漬けみたいな。よし、はい、じゃあ次のジャンケンいきましょう。待ってよ、これちょっとやだ、いけるいける、じゃんけんほい、よしよし、頑張れ、完成くん。数々の大量のものを口に入れてきた完成くんが、およそ 75g ぐらいのもので値を上げている。めっちゃきついずってて、これまあ頑張ってや、俺はもう満足やから、どう頑張ったって俺半分しかダメ。そこ、ああ、きつい。見てる分には楽しいんだけどな。お前もうよし、次行こう、次行こう、か、俺もだんだん感覚忘れてきて、元気。もうだんだんめっちゃ時間かけて、だんだん絆ってくるんで、これ一個目よりも、あ、じゃんけんほい、待て、その速さは俺今には無理や。いや、じゃんけんほい、よっしゃー。ちょっと一旦帰るわ。どういうこと、一旦帰るって。また明後日ぐらいに、明後日ぐらいに来たらこいつ増えてるでしょ。じゃああかんな。もうなんかもうどんどん増えていくから。それぐらいの生命力は持ってるでしょ。しかよ、バイバイんやな。お、いったいった。どうですか、こんなものを5つも食べてますけど。バカなんだよね。あなたが。今までのそのいろんなものを食べてきたやんか。何位ぐらいこれ。あの不快感、
不快感、うん、臭豆腐とか食べてきたと思うけど、3位1位はカエル。あ、でもカエル美味しいやん。いや、もう見た目がだって丸のまんま揚げて出てきたもん。ああ、そういうパターン、うん、あの足だけじゃなくて、うん、俺全然平気やけどな、そっち。嫌や。あ、2位はじゃあ2位が臭豆腐あれ、うん、あの逃げたやつ、うん、もう嫌や、もう二度と嫌あれまああの後で調べてみたら食べ方完全に間違ってた。間違ってるんかい。あ、揚げるんや、揚げんのかい。生で食べたらやっぱり相当きついらしいよ。揚げて食べるんやけど、揚げたところで臭いらしいから。臭いんや。結構違う。なんていうんですか、揚げてるやつが臭い。あ大丈夫ですか。大丈夫か大丈夫かないかで言われると大丈夫じゃないよ。よし、じゃあ行きましょう最後行きましょう。じゃんけんほい。わあ、負けた。よしよしよし。最後やっぱりスターが締めへんといかんのか。もう忘れてたから怖いな衝撃あるやん。衝撃を受けた記憶はあるんだけど味忘れてんねんもう俺。すごいぞ。はい、ということで、世界一甘いお菓子ラスグッラを紹介させてもらいました。一回食べて、ほんまこれすごいから。甘さで寒気を覚えるっていう感覚をぜひ味わってほしいと思います。びっくりするよ。ということで、このラスグッラ興味持ったって方は高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。では本日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。